紀宝、サッカー日本代表、あんなにワールドカップで活躍したのに誰も移籍しない。なんでや。堂安とかステップアップしていいやろ。堂安とか和製ハメス・ロドリゲスみたいなもんやぞ。初戦ベスト16やからな。ワールドカップで活躍して移籍するんじゃなくて移籍してワールドカップに備えるってスタンスだったしな。無職だったクリロナイカしかおらんし。捨ててこはよ古橋呼べよ。かまだシティ来るから待っとけ。言うて大活躍したの誰や？まだ1ヶ月以上あるやろ。カイセドだってまだ決まってないぞ。